こぞみのミュージックへ。今日はですね、究極のロックギター講座。皆さん、ギターを始めたいと思っている人、もうやめてしまった人、押し入れにね、しまっても弾いてない人いっぱいいると思うんですけど、ギターをね、小難しいものだと思ってませんか？本当にね、ギターを弾く上で大切なこと、これを今日伝授していきたいと思ってます。まずですね、まあ、ギターやる上でいろんな障害があると思うんですよ。コード、スケール、理論、それも全部一回忘れてください。もう取っ払っちゃってください。難しい早弾きの教則本とかも捨ててください。もう必要ないんで。ブリトー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 。クラスでね、あなたよりギターうまいやついるかもしれません。職場、バンド仲間でね、うわあいつギターうめえなみたいないると思うんですけど、もう忘れてください。比べる必要ないです。全然関係ない、そんなの。みんな思ってるほどね、その差見てないです。気にしてない。まずね、本当にね、僕は大事なことね、今から言いますよ。ギターを手に取ってください。これがもうね、あなたのもう相棒です。相棒なんで、やっぱりね、大切な人だと思って扱ってください。もうね、彼女彼氏みたいな感じでね、扱った方がいいです、マジで。だからね、まず最初にロックギターを習得するんだったら、まず最初にギターに服を着せてください。まあこんな感じでね、服を着せました。これもう第一歩です。もう絶対やってください。本当だったら名前をつけてほしい。あなたが一番センズリこいてる女の名前をつけてください。それ第一歩です。うまっ。あ、これで、次に大事なこと、自分の心と会話してください。お前最近調子どんな感じなんだ？ぼちぼち。いやー、もうやりたいことも見つからなくて困ってるよ。なるほどな。いやー、なんか行き場のないね、怒りとかそういうのあるよ。そんでお前はどうしたいんだ？腹の中さらけ出して暴れ回りてーよ。よし、わかった。で、ここまでやったらもうあなたはロックギターを弾く準備がもうできてます。じゃあ今からね、ちょっとスタジオに行って、ロックギターのね、究極の演奏方法を伝授したいと思います。まず、一番大事なこと、アンプのつまみを全部10にします。これ一番大事です。家でシコシコするよりも何百倍も大事なこと今言いました。つまみを全部10にしてください。はい、これで準備 OK です。じゃあ今からね、実際にギターを弾いていきますんで。まず気合を入れます。やあ、やあ。なるべく動き派手にいきますよ。一回だけやります。はい、ということで、究極のギター講座以上となります。それでは。